小野次郎君みんなの党の小野次郎ですえー、今回あのお所属する政党の中で担当委員会外がありまして えー、農林水産委員会に所属させていただくことになりました。私はかねてから、農は国のもとになりということを思っておりまして、まあ、希望がかなって、えー、この委員会に所属させていただきましたので、まあ、委員長、また同僚の議員の皆様、そして、えー、農水省の大臣以下どうぞよろしくお願い申し上げます。えー、まず最初にお伺いしたいのは、えー、農産物および食料品の安全、安心の確保という問題です。あのー、みんなの党は 特に子どもと妊婦の安全と安心を守るということをこの原発事故以降取り上げるべきだということを主張しておりましてそのための議員立法も準備しているような段階でございますけれども今日私は、えー、口に入れるもの、まあ、いわゆる内部被曝の問題についてお聞きしたいと思っています。それはあのー、一時的に放射線の 出ているところに今いるという、まあ、その外部被爆の人体に当たる影響についてはあのもうご存じの方も多いと思いますけれども低線量についてはいろんな見解があります、えー、敷地なし説というのも強いですけれどもいや、そうじゃないんだと極めて低線量については ああその人体に与える悪影響というのは確認されていないんだというようなお考えのもかなり強いわけでございますけどただどんな立場の方もほぼ共通しておっしゃっているのはやはり内部被曝というのは避けなければいけないということだろうと思いますその意味でまず厚生労働省の方にお伺いしますけれども農産物及び食料品に対する放射能汚染 まあ、検査をされていると思いますけれども、まあ、今までの把握された汚染の状況、そしてまた検査の現状についてお伺いしたいと思います厚生労働省、三浦食品安全部長職員中の放射性物質の検査につきましては、厚生労働省が定めたガイドラインなどに基づき、地方自治体で計画的に食品のモニタリング検査を実施し、検査の結果、暫定規制値を超えた食品については、 食品生法に基づく回収等の措置や原子力災害対策本部の決定に基づく出荷制限などの指示を行っているところでございます具体的には昨日までに4万2千件を超える検査を実施いたしましてうち800件余りが暫定規制値を超過した状況でございます現時点で出荷制限の対象となっているものといたしましては福島県の一部の地域の原木椎茸、たけ野生きのこたけのこ水産物など また、茨城県の一部の地域の原木しいたけ、また栃木県や千葉県の一部の地域のお茶などでございます、厚生労働省においては、自ら流通段階の買い上げ調査を実施しているところでございまして、対策の実施について、万全を尽くしてまいりたいと考えております。小野次郎君。あのまあ 直接、私たちが口にする食料品になる前の段階というか、むしろの農業の段階で、えー、農産物を作る段階で、やはり餌だとか肥料だとかというのが当然、えー、で農産物というか食べる形になる状態の中に成分のときに放射能汚染があるかどうかという影響を大きく与えると思うんですけれども、そういった飼料、肥料の検査状況について、農水省の 政府参考人の方からお伺いいいしたいと思います農林水産省高橋消費安全局長、えー、農林水産省におきましては、食品衛生法上の問題のない農畜産物の生産の確保、および農地土壌の汚染拡大防止のために、家畜などの飼料、あるいは堆肥との肥料につきまして、 放射性シ,シウム濃度の許容値をままず設定いたしますそして、これを超える飼料あるいは肥料が生産、流通、または使用されないよう、周知、指導を図っているところでございます。で、この規制値に基づき、許容値に基づきまして、飼料につきましては、牧草、稲藁青狩りトウモロコシなどにつきまして、これまで17都県において検査を実施しておりまして、大体、 これまでのところ、10月26日現在、1787件検査をいたしました。で、このうち許容値を超えるものについては、約15%の264件となっております。一方、肥料につきましては、許容値を超える可能性の高い、特に堆肥につきまして、19の都道府県におきまして検査を実施しているところでございまして、これまで10月26日現在でございますが、2920件の検査。 うち許容値を超えるものについては911件というふうになっておりますまたこのような肥料と対比ともに都道府県が検査の実施体となるわけでございますけれども都道府県ただいまの通り食品の検査等に非常に重点を置いておりますので 都道府県からの要請に応じまして、私どもの独立法人でございます、農林水産消費安全技術センターにおきまして、この放射性セシウム濃度の分析を実施いたしまして、都道府県の検査に協力しているところでございます。引き続き農林水産省におきましても、この都道府県の検査が的確に行われるよう、支援を行ってまいる所存でございます。小野次郎君どううもありがとうございますあの関係の省庁でそれぞれぞ、まあ 検査の徹底をされているという認識を持ちましたけれども、では大臣にお伺いしたいと思いますが、やはり今年一番私たちにとってまあショックというか、あまああのまあショックは日本のまあ食に対する信頼というのがまあ損なわれたということだろうと思います。この回復をまあ着実になるべく早期に信頼回復を進めなきゃいけないと思うんですけれども、えー、大臣の 認識、まあ、これはあの生産者の側から見ただけではなくて、やっぱ消費者の側から見て安心できるというものでなきゃいけないと思うし、また、あの海外諸国からもその日本の食に対する信頼が回復しなければいけないという、そのまあ、国際的なサイズ,サイズというか、次元の問題でもあると思うんですが、大臣の基本的な認識を伺したいと思います。加納農林水産大臣国民生生活活ととりりわけ食生活にとりまして 今、先生からのご指摘の点は、わが農林水産省としても、懸命に取り組んでいかなきゃならない課題だと思っております。とりわけ、生産者側、側だけではなしに消費者側に立ってもしっかりと取り組んでいかなきゃならないというご指摘はその通りでございまして、そういう意味で、えー、まず何といっても、わが国の日本産食品の信頼というものを回復するということを考えたときには、やはり、 しっかりとした検査の整備、強化をしていって、そしてその検査の結果というものの情報というものを正確に迅速に提供するというふうなことだと思っております。そういう意味で食品検査におきましては、厚生労働省のこの検査体制に対しまして、私ども全面的に協力をさせていただき、また都道府県におけるところの 整備の危機等々に対しましても、推進、しっかりとした推進ができるように、これまた一体的な取り組みをいたしているところでございます。そしてまたいろいろな情報を提供するというような意味におきましても、食の安全というふうなものを理解してもらうためにも、いわゆる食べて応援しようというキャッチフレーズをした取り組みもやっておるところでございまして、ホームページ等々を日々送らさせていただく中でも、 安全なものきり出回らないというようなことに、そういう体制でわれわれは懸命に取り組んでいるんだということをご理解をいただくべく、今、努力をいたしているところでございます、また、もう一点の諸外国に対する信頼回復ということでございますけれども、各国それぞれ輸入規制というふうなものがなされている中で、何とか規制緩和をということで、 えー、それぞれの諸外国に対しまして、政務最悪が外国に参りましたときに、また職員を関係,県に関係国に派遣をいたしまして、客観的見地から、また科学的見地に基づいて、えー、この職の安全に対しての判断をしていただきたいと、まあ、このようなことで、えー、規制緩和等々について要望をいたしているところでございます。えー、なんといってもこれからののの日本の国の この国民生活、同時にこれからの食の輸出戦略というふうなことを踏まえたときに、えー、我が国のこの食品の検査体制の整備、そして魅力,魅力あるところの日本の食というふうなものを、これからも国の内外に対しまして情報を発信する、こういうことで、日本の食の信頼回復に努めてまいりたいと思っております小野次郎君。 あの風評被害という言葉がございますけれども、おまあ、根拠があるものと、まあ、無理解、あるいは情報不足による、えー、ものと、両方あると思うんですね。特に海外の場合には、あ日本という、まあ、あその距離感もありますから、そういった部分については、まあ、一般的な意味の広報啓発というのも、海外に向けても大変重要だと思います。と同時に あのー、輸出されている日本の農業関係者の方が、まあ、大変、えー、ご苦労されている今現状になるわけですからさまざまな国際的なその連携、協議の場なんかにおいてもです、ねえー、このお日本の食に対する信頼の回復というのは、まあ、あのもちろん日本側からいわば要請するテーマではあると同時に 無理解によるもの、あるいは情報不足によって、そういう、まあ、不当にと言ってもいいんですかね、不当に日本の農業関係者が不便をされているということについては、その交渉のテーブルにおいて、きちんとそれを解消するということが、一つの日本の外交というか、まあ、農政両方にとって必要なことだと思いますので、大臣にはその点についても引き続きご配慮いただきたいと思います。え続いてあのやはり同じように放射能線 地域に関係する問題なんですけれども、えー、先ほど横山議員が植物工場の話をされました、私はまあ日本中どこでもその植物工場という、えー、まあプロジェクトはあの意味があると思っておりますけれども、今日取り上げたいのは、この放射能線地域における農業、早く再開したいという思いは、あ誰しも強いと思います。えー、ぜひそのの、えー、空気水土などしっかりと管理されたいわゆる工場型の 農業生産。まあ私、野菜工場なんて言ってますけど、あの水,水,水、水、水栽培って言いますかあの水に、あの形のですね、水耕栽培の,あのレタスなんかの,あのニュースを見ますけれども、そういった形で植物工場っていうのを、この放射能汚染地域で、えー、の農業の再開のお一つの目玉にできるんじゃないかなと思ってるんです。で、そういう水、土、そして、えー 空気も管理できる、まあ、食品工場のような場所であれば、ですね、えー、同時にまた無農薬を進めるとか、あるいは有機の農法を進めるとか、そういった形の新しい農業にもすることができると思いますので、まあ、問題はやはりイニシャルコストが大変、まあ、高くなるだろうということもあります。ですから、ある程度 か,かなり組織化していただくか何かして、そこに支援をするという形になると思いますけれども、そういったその政府の側というか、農水省の側からさまざまな情報を提供なりしつつ、かつ強力に支援してあげて、そういったその汚染地域の,の再開される農業の、まあ、一つの目玉として、この植物工場的な農業を進めてはいかがと思うんですが、大臣、あ失礼。 えー、すみません、政務官の、あ、ご見解を伺いたいと思います。森本政務官いい、ね。お答えをさせていただきます。あの、今の環境の中で、いいご指摘をいただいておりまして、ありがとうございます。あの、食物は私自身、個人的には。やっぱり太陽の。光というものが、非常に大事だということも、思っておりますが。しかし、今の環境、また、その、有害と申しますか。 いいろろ環境の無視とかを考えた場合に、やっぱりこうした考え方は、特に放射能で汚染された地域には特に大事だという認識に立っておりますので、えここのところ、もう強い農業づくり交付金もございますので、先ほど、横山委員の質問にもお答えしたところでございますが、ここのところは、またお二人のお力も借りながら、しっかりと支援をしていく、そのことをお約束をさせていただきます小野次郎君。 の次に、えー、農地や山林を利用した自然エネルギー生産、まあ、これ、ぜひ力を入れていくべきだと私は思いますけれども、農水省の方で具体的なあ、まあ、いろんなアイデアがあると思いますけれども、どういうことに取り組もうとされているのか、お伺いいいしたいと思います森本農林水産大臣政務官。 はい、この自然再生エネルギーにつきましても、大変重要な政策だというふうに、私どもも考えさせていただいております。特に日本の国土を利用した、あらゆる自然の資源を生かした、このエネルギーの活用,というも活用、開発というものは、非常に重要なことだというふうに認識させていただいております。特に私どもでは 200億円のファンドをこのたび予定をさせていただいておりますし、これは少し金額的には少ないと言われる方もお見えになりますが、モデル事業として土地改良の小水力と28億円の予算を今お願いをさせていただいておるところでございます。ただ、全体の計画になりますと、やっぱり買い取り価格というものがどのような。